スコータイ王朝は、現在のタイに存在した王朝。タイ族最初の王朝と言われる。雲南から南下してきたタイ族は、13世紀頃までは強力なアンコール王朝の支配力のもとにあった。ところが、アンコール王朝のジャヤバルマン7世が崩御すると、タイ族が進出していた地域におけるアンコール王朝の支配力が次第に弱まり始めた。 ラートの招待族領主のポー君パームアンとバーンヤーンの招待族領主のポー君バーンクラーンハオが共同でクメール人の勢力を追い出し当時アンコール王朝の主要都市であったスコータイに招待族の王朝を建てバーンクラーンハオが王位につきシーインタラーティットと称したパームアンはその時摂生位についたと伝えられているスコータイ王朝の領域は 現在の台北部の南半分を中心としていた。主なムアンは、王都のスコータイのほか、シーサッチャ・ナーライ、ソーン・クーエーナコーン・チュブ、プラバーン、ウッタ・ラディット、それに、チャイナートなどであった。また、中部のスパンブリー、ラーチャブリー、ペッチャブリーや、南部のナコーン・シータン・マラートなどまで、勢力を拡大していった。スコータイ王朝の統治は、父である王が子である領民を保護。 指導するという不権主義の形態であった。スコータイ王朝は三代目大王ラームカムヘーンの第二黄金期を迎えた。ラームカムヘーンは最初の大文字を定め中国との貿易も行われた。パヤ王国のガムムアン王、ラーンナータイ王朝のマンラーアイ王と同盟を結んだ。しかし四代目王ルータイの代までに各地で離反が相次ぎ小国になった。後に王に就いた。 李太王は仏法の研究を積極的に行い、1345年には三概行を表して民衆の仏教理解を深めさせた。同時に大使上初めての一時的な出家を果たした。これはすでに没落の兆候を示していた、スコータイ王朝を李太が仏法をもってつなぎ止めようとしたことにあるとされる。李太は結果的に王権思想の一つ。 タンマラーチャーの思想を確立した。この頃はユタヤ王朝が台頭する。スコータイ王朝は、アユタヤ初代王ラーマーティボーディ一世から圧迫を受け始めたが、ラーマーティボーディ一世は、スコータイを掌握することはしなかった。サイルータイ王の第2は、パグワ王によって国を分離させられ、スコータイ王家は、ピッサヌロークを治めるのみになった。その後も細々と王朝は続いていたが、 マハータン・マラーチャー四世の代に断絶し、スコータイ王家の血を引くアユタヤ王朝のラームエスワン王子が後を継ぐ形で、アユタヤ王朝に吸収され消滅した。ムアン・ボーラーンにあるスコータイ王御用達寺院の復元スコータイの歴代王はポー君と呼ばれていた。このポー君の思想はラームカムヘーン大王秘文にも説明されており、同秘文ではラームカムヘーンが 裁判も地区一公明正大に行い、悩みある住民の与太話を聞き解決を図ったとの胸が書かれている。これは多少誇張が入っていると考えられるが、当時スコータイは住民が少なく、大数とでほとんどすべての業務をこなせたことを考慮すれば全くの作り話ではない。つまり、同飛文では王と住民の個人的な関係がスコータイ王朝を維持していた。 物事のやり取りを法的、商業的な契約によるものではなく、個人的な友情関係によって行うことを重視していたことが示されている。ラームカムヘーンが北部のガムムアン、マンラーイと結んだ同盟も個人的関係からだったと言われている。ラームカムヘーンは各地を同様の手法で統治したが、これはラームカムヘーンの死後、 王と各地の国主との個人的関係の消滅と判断されたために、各地の離反が相次いで起こり、急速に国力が衰える一因にもなった。各地の統治方法もラームカムヘーンと同様のものであったと言われる。領内の四大無案に、副王並びに近しい王族を置いた。四大無案とは、シーサッチャナーライ旧市街、ナコンチュブ、ソーン空営、サルワンのことである。 ここでは派遣された王族が、ラームカムヘインと同じく、ポークンの思想を持って、統治を行った。同時に、大ムアンと呼ばれる地方の重要都市にも、王族を置き、これもポークンの思想で統治した。スコータイ近辺のムアンには未だ、タイ族に同化していない門族が多く居住していたが、これも、スコータイの歴代王は、友情関係によって、相手国を属国化しており、 非常に穏やかな強権的でない地方統治がなされていた。ラームカム平ン以降は王朝が急速に衰えたため、暴君の意味が薄れ、存続の危機感を抱いたリタイが仏法王の思想をタイに定着させ、その権力を維持しようとした。タンマラーチャーは仏法によって統治を行う理想的な王と説明され、一種の宗教を盾にした権力強化のための思想と言える。 離体の後は、ポー君という友情を重視する温かい君主像はやや薄れ、王は宗教を保護しなければならないとされた。この思想は以前からあった個人的関係により伝播し、現在のタイの仏教優位を確立し、仏法による統治を行った。一方で、ポー君の思想が残っていたために、家来が他宗教を信ずることを温かく保護したため、 多宗教を弾圧することは起こらなかった。なお、スコータイの歴代王は、伝説上のプラルワンを先祖としたので、歴代の王は代名詞的に、プラルワンと呼ばれた。タイ語では、スコータイ王朝の、またの名を、プラルワン王朝と呼ぶこともある。スコータイ王朝は、仏教思想が花開いた、タイの仏教の黄金期とみなされている。神ザブ仏教の伝来は、ラームカム平園に始まるが、 これを大きく普及させたのは理体であった。理体は、正論から仏教を輸入し積極的に保護する一方で、自身も出家を行い、仏教を研究した。これには政治的な理由を含んでいたが、結果的に仏教は、スコータイ時代に大きく広まることになった。その理体の仏教研究は、三外行に代表されるが、三外行は、 悪いことをすると地獄に落ちるという因果応報の観念を解き、地獄の様子を過剰に体系化して描き、庶民にも生々しくかつわかりやすい形で仏教を説明し、その伝播を助けた。因果応報の思想は、この後19世紀にラーマ4世の玉ユット2階に、否定されるまで半ば仏教の公式見解と化し、事実として信じられ、現在でも民間では広く信じられている。 また同時に、気遷の別は、前世の行いによるという観念を普及させ、貧富の差を結果的に肯定した。そのため、自分は悪い前世があると考えた。奴隷、農民の生産意欲は低下し、王族、官僚は利益の追求を過剰に行うことを、自分は良い前世があるとして肯定し、歯止めが効かなくなる現象が発生した。この思想は、 アユタヤ王朝に入っても継続し、アユタヤ王朝後期には王族、官僚と結託した外国人が生産意欲の低いタイ人を差し置いて大いに利益を独占するという状況も生み出した。これらは山田長政に代表される日本人傭兵の台頭、西洋企業の乱立、歌人、イスラーム圏の商人の大規模な土台である。スコータイ王朝では、スコータイ、 シーサッチャ・ナーライ、カムペーン・ペットなどに代表されるようなタイ独特の建築を確立させた。これはアンコールワットに代表されるようなクメール建築を元にスリランカの様式を加えたものである。仏像美術ではスコータイフツと呼ばれる仏像が作られた。これは緩やかな女性的な曲線に特徴される型にはまった個性を許さない様式であったが、 スコー太陽町ラ亡き後のアユタヤ王朝でも盛んに制作され、現在でも大乗仏教人以外では必ずと言っていいほど配置されている、長く愛されている。特筆すべき点としてサワンカローク焼きの開発が挙げられる。サワンカローク焼きはラームカムヘーンが元から招いた職人によって開発され、その後長きにわたって米と並び、 中国への主要輸出品目としての地位を維持した。文学では、ラームカムヘーン大王碑文、リタイ王碑文、三概名が生まれた。これらにおいては、タイ文字の遍歴を見ることができる。ラームカムヘーン大王碑文では、周辺の諸国と違い、母音の上下配置が左右の配置に置き換えられているが、これは、ラームカムヘインが、クメール文字を手本に、タイ文字を作成したときに、 独自性を出すために行われたと解釈されている。立体用秘文では周辺諸国の文字に合わせて母音の上下配置がなされている。即位はしなかったが、ラームカムヘインの後、ルータイの前に代理統治していたと言われる。ありがとうございます。